皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒也です。それでは今日の授業を始めます。今日は韓国語とは何かということでですね、考えてみたいと思います。はい、韓国語はなぜ日本語に似ているのか。はい。まあ韓国語を勉強したことある人はですね。 なんか日本語に似てるなということを感じるんですねこれはですねああのまあ、外交評論家でね元外交官でいらっしゃる岡崎久彦さんがですねもうお亡くなりになりましたけどもこの方が書いた本で隣の国で考えたことっていう本があるんですねここで韓国語を勉強した時の驚きをですね書いてるんですけどもこう書いてます少しでも韓国語を勉強した人は誰もがこの見方 はただ事ではないと思,うざと思わざるを得ません私自身韓国語を覚え始めた時20年以上外国を渡り歩いて初めて外国語でない言葉を習っているという感じがしましたというね、うんまあ、岡崎さんといえばですね、まあ、いろんな国に赴任していろんな国の言葉をですねそれなりにやっぱ外交官としてね大使とかで行くと、まあ、ちょっとした挨拶とか片言のね言葉を話せないといけないので、まあ、もちろん英語とか、まあ、そういうものは基本的なもの ですね、よくできになるんでしょうけれども、そうじゃない、えー、語学もですね、やっぱり勉強するんですよね。で、いろいろ勉強した人が韓国語を勉強した時に、あれとこれ外国語かと思うほど似てるってわけですよね。はい。で、よくね、韓国語と日本語の関係というのはですね、よくあの、えー、まあ、昔から議論があるんですけども、以前ねこの言葉の話をした時に説明したので覚えてる人いるかもしれませんが、あの二つの言語があったと この言語が、ね、同系統の言語かどうかということを確認するのに大体3つの要素があるっていうんですね。一つはまず文法が似てるかどうかもしくは同じなのかどうかですね。で認証代名詞指示代名詞こういったものが被っているかどうかですね。あとそれから規則的音声対応ですね。えー、ほら例えばあのフランス語と英語とか <laughs> もしくはフランス語とイタリア語とか。 これどう考えてもこれ規則的音声対応があるんですよ。だいたいた人,人名とか単語とかもですね、だいたい似たような系統に収まりますよね。でこの変化の仕方が規則的なんですよね。はい、<laughs> で、だいたい指示代名詞、認証代名詞も、大体かぶったり共有している部分もある。 そしてまあね、ちょっとね英語とフランス語っていうのは、まあ、基本的に同じ系統なのでもともとほら英語ってイギリスの言葉ですよね。で海渡って反対にあるのがフランスですからイギリススとフランスって言語の系統は同じなんですただねあの文法もちろん同じではないんですけども相当かぶる部分があるというね大体、まあ、いいこういう3つの要素でもって、えー、同系統かどうかというのを判定していくんですけども。 これね今んところあの言語学上日本語と同系統の言葉は日本列島にしかないんですねえ、えー、もちろんあのヨーロッパとかアメリカにもありませんし中国大陸にも朝鮮半島にもないんです。 で以前、ね、沖縄の話をした時にその沖縄の言葉は日本語だよという話をしましたね中国語じゃないわけですよでも語順、ね、文法も日本語と一緒ですよ、ね、沖縄の言葉は、ね、七時代名詞二正代名詞日本語と被りますで日本語とえいわゆる日本語の標準語とその沖縄の言葉はですね規則的音声変化があるわけですねだからもうあの完全に沖縄の言葉は琉球の言葉は日本語だというふうに言えるわけなんですねじゃあえっと この韓国語はどうかというと文法はかなり似てますただ認証代名詞指示代名詞は被らないそれから規則的音声対応がありませんだから比較言語の上ではね比較言語学の上では韓国語は日本語とは同系統じゃないというふうに、えー、評価されてますただあまりにも文法が似てるわけなんですよ、えー、でですね、えー、まあだからこそ 一体どういうい関係があるのかと、たまたま文ただねほら、まあ、規則的音声対応がないとか言いましたけども同系統じゃないとは言いましたけどもはるかかな昔に分かれた言語であればそれほどの違いが生じることは考えられるわけなんですね。もうねこの、えー、授業を聞いてる人はもう分かったと思いますけども <laughs> これ7,000年前に分かれたんですよ。 <laughs> 要するに縄文時代みんな和気あいあいってやっていた時に行き交って限界だの渡っちゃった人がいるわけです縄文人の中に。それで7,000年前に朝鮮半島に住んでる縄文人と日本列島に住んでる縄文人に分かれたわけですよ当初は同じ縄文語喋ってるわけですね。 この縄文語が弥生語になり弥生語が日本語になるんですけども朝鮮半島では何が起きたかというと前回言ったみたいに北方民族とかモンゴルだったりとか,かあの中原地方のですね凶暴な連中がガンガン入ってきてもうね7,000年間蹂躙されたわけですねその結果ここまで来ちゃってるわけですからそうするとですねあのもう7,000年間別れて歩んで,でまあ日本にももちろんこの大陸系の言葉はね入ってきてるんですけども 朝鮮半島はもう直接ガンガン来てますからね、えー。同化させられちゃってるわけですね。そうすると、あの、どんどん変わっていくんですよ。ね、たまず単語が入れ替わり、基礎単語も入れ替わり、規則的音声変化もなくなり。でも最後はこれ文法なんですよ。以前言ったと思いますけども、ど、ほら、もう、ね、あの。アメリカかぶれとかする人は、もう単語がね、ほら、小池百合子さんみたいに。 単語が横文字羅列したりとかするわけですよね <laughs> でも語順は変わらないんですよ <laughs> <laughs> 私はそこに行きますってのが日本人ですけど私行くそこにってなんか片言の外国人みたいな感じになっちゃいますからねそういうですね、えー、あのそれまあジャニーさんじゃないけどって話も以前したと思いますけど「<laughs> YOU やっちゃいな」とか「それいいないでしょういう I がさあとか YOU ちょっとさ」とか言「Hey はどうよ」みたいな <laughs> ないですからねだからねこのねあのここら辺の認証代名詞ってなかなか変わらないんですよ。 で文法語順はですねこれはあの変わらない一番変わりにくいんですよねだからあの朝鮮語というのはあの7000年間え大陸の影響を受け続けてどんどん変化して最後に文法だけ残ったんですね。えー だもう完全にこれは、まあ、あのこの、ねえー、と考古学上の、ね、日本列島と朝鮮半島の歩んだ歴史の違いそれから分子生物学で分かる、ね、日本人と朝鮮人と中国人との違いここら辺から見てきたら朝鮮語というのは、ね、韓国語というのはもともと縄文人が話していた言葉が大陸文化にさらされた結果7,000年間かけて変化したのが韓国語だ朝鮮語なわけです。韓国語ななんですねそしてて、えー、大陸文化の影響を受けつつも日本人が主体的となって 変化を遂げていったのが日本語なんですよねはいですから日本語と韓国語って7,000年分かれてますから、えーまあ、これだけの違いが生じてると。でこれ比較言語の中でですねこれあの、まあ、比較言語の、まあ、研究者、えー、かなり優秀な人たち結構いるんですけどもその一人がですね言語学の服部史郎先生この方はですね「日本語の系統」という本を書いてるんですけどもここでですねこういうことを言ってます。<laughs> えっと 日本語語と朝鮮語の距離です、ねえー、これをですね比較言語学で要するにこの違いがどのぐらいあるかによって数式で計算して何年ぐらい前に分かれただろうかということを大体想定できるらしいんですね。はい、だから似てる言語といっても例えばまあ500年ぐらい分かれたらこのぐらいの違いだねとか1000年2000年分かれたらこのぐらいの違いになるかなと大体あの、えー、計算できるらしいんですよ。その結果こう言ってます日本語語と朝鮮語 ともし同系統であるとしてもその分裂年代は今から4,000年前以降ではまずありえないこのように言ってますだから4,000年ぐらいの時間ではここまで差が開かないって言うんですね。いや7,000年経ってますから <laughs> <laughs> この比較言語のこの分析でもやっぱり一致するんですよね。7000年前に分かれたんですよ だからもはや同型と言えないぐらい離れちゃってるけどもでも一番根幹となる文法が同じなんですだからねえー、ね朝鮮半島に住んでる人たちが日本語と同じ文法で話してるっていうのはなんか妙に「なんでなの?」みたいなねなんかこの見方が何尋常時じゃないというこのねあの岡崎先生の感覚ねは ちょっと違和感を、ね、感じてた人多いと思うんですけどこれで完全に説明ができるわけなんですね。えー、ですから7,000年,年前ということでだから、あのー、ほら文法がどんどん入れ替わり徐々にね認証代名詞、四大代名詞も変わり最後に文法だけ残ったということですね。はいえー、なので、まあ、これがですね、えーまあ、日本が外国の軍隊に占領されるなんていうのは、まあ、我が国の歴史の中でたった一度だけですよね。 えー、先の大戦で負けて、えーえー、まあそれ以外はもう日本人が島国ですからね、えー、ずっと独自の文化を遂げてきたまあそういうですね外国の支配を受けたことがない日本、まあ、それに対して常に外国の支配を受け続けてきた。 まあそういうい朝鮮半島で、ね、7,000年といっても最初のね、えー、4,000年ぐらいはそんなでもないんですよ。であとの3,000年はもうずーっとですね、あのーまあ、中国大陸のですねいろんな勢力が入れ替わり立ち返わり支配してきましたからね。 だから外国に支配されたことのない国と常にいろいろな勢力に支配され続けた国、えー、この違いがですね、えーまあ、遺伝学上も出ているし言語学的にも出ているということなんです。えー、でもそうです、ね、あのー、で、あのー、民族と言語ってものすごい関連性がありまして。 あのー、民族の聖水とともにですね言語というのは発展したりするし失われたりすることもあるんですね。えー、ですからそれこそね世界にいろいろな民族がありますけどももうすでに、あのー、滅ぼされちゃった民族もあるんですよ遺伝的にはねその血統を受け継いでる人がいたとしてもその民族の言葉が残っていないとか、えー、民族として国家を持っていない。 えといくらででもあるわけですよ例えばですねヨーロッパのケルトもそうアメリカのねあのいわゆるインディアンですねネイティブアメリカンあのそれからあの、えー、オーストラリアのアボリジニーとかねもともと住んでた民族の人たちがいるでその人たちのもう言語というのがどんどん失われてきてじゃあ今アボリジニーの言葉でね暮らしてる人なんかほぼいないんですよね。えー、でアボリジニーは国家を持ってません。 ネイティブアメリカンは国家を持ってませんよね、えー。オーストラリアでありアメリカの一部になっちゃってますよね。ですからその民族のまあ英語、英語とともに言語もともにするんですよ。今世界で最もねあの使われている言葉といえばこれは英語になりますよね。英語ってかつてはイギリスの中のあの、えー、弱い言語だったんですね。弱いというのはイギリスの統治ってフランス人じゃないですか。 <laughs> 要するにイギリスの初代国王というのはフランス貴族なんですよねフランスでまあうだつの上がらなかったしょうもない貴族がここにいたら俺何もできないって言ってえいって言ってドーバー海峡を渡って喧嘩したら勝っちゃったわけですよそれが初代英国王ですからねだから英国の貴族っていうのはフランス語しか喋れなかったわけです何百年間もですよ で徐々に英語を喋れるようになってきて今はエリザベス女王英語喋ってますけども数百年間フランス語で統治してたんですよだから国王は国民と会話ができなかったんですよ <laughs> だからねイギリスにおいて英語というのは非差別の言葉だったんです要するにあの差別を受けてる人たちがしゃべる言葉だった上流階級の人は英語なんか喋ゃんないんです、ね、要するに格下の言葉だったんです英語というのは ところが何百年か経つと英国王も英語をしゃべるようになり、ね、そしてイギリスが経済発展をししてていくわけですよそしてさらにイギリスの、ね、フロンチア精神盛んな連中がアメリカ大陸に渡って国家を作った、まあ、アメリカはもうイギリスから最初はイギリスの植民地だったんですよアメリカは。 でそのアメリカは戦争しイギリスと戦争して独立しちゃいましたけどもでイギリスも、ね、ヨーロッパの中では非常に経済的にその後も発展しましたそしてアメリカはアメリカでガンガン発展して今世界最大の経済大国ですよねだからその、ね、イギリスとアメリカで話されている英語というのが、えー、世界の共通語になったわけですよ。 えだから英語を母国語としている人それから第一外国語としている人あごめんなさいあそう第一外国語かあそういう人はですね、えーまあ、世界で一番多い言語ということでだから一番メジャーなな言語語は英語なわけですよね次は中国語ですけどもそれは中国があれだけ人口があって経済発展しているからですよね。 そうすると中国じゃない周りの人も中国語をしゃべるようにしようって言って勉強する人が出るわけですね私も英語も話しますし中国語も話しますけどもそういうことですよね。はい、えー、ですからこの言語も民族とも、ね、と朝鮮半島にいたえ、ね、あの縄文人は日本語をほとんど失ってしまったわけですよね。 で私たちが今日本語を喋っているということは他国からあの、ね、攻め滅ぼされたこともなければ蹂躙をされたこともない、えー、だから、えー、もうだからもう縄文時代だけだと1万7,000年ですからまあ,せんあのその前の、えー、岩塾時代から言ったら3万7,000年ですよ3万7,000年間私たちは、まあ、ちょっとずつ変化はしてますけども日本語を喋り続けてきてるわけです3万8,000年間ですよ えーえー、これはすすごいことです、えー、日本人がすごいというよりもまず前に、ね、は海で隔たれていたということがどれほどありがたいかということですね、えー、そして、えー、しっかり日本人がまとまってですね、えー、これまで来たということですね、えー、そういうこともあってです今日本語があるということだから日本人は、まあ、一つの民族うですけども、えー、日本語を話しそしてを 国国を持持ち国家まででってるわけですからこれはですねありがたいことな,んですよ、はいえー、なので、えーまあ、ちょっとねいろいろな角度から見ていきましたけどもあのー、えー、ね、あのー、韓国語とは何か日本語とは何かこの違い分かったと思います。でちょっと付け加えてですねお話ししていきたいんですけども、あのーえーまあ、弥生時代、まあ、縄文時代から弥生時代になったわけなんですけども弥生の 縄文語と弥生語の違いをですね研究した人もいるんですね、えー、これはですねあの、えー、小泉保津教授この方は比較言語学の大科ですけどもこの方がですねあの、えー、弥生語をさらに分析をしていって元の縄文語を復元するという作業をしたんですね これは柳田国氏の「方言集権論」といって以前書いたことありますけれどもその中央から新しい言葉が発信されるから 辺境の地に古い言葉が残るということで、例えば北海道、東北の方と沖縄に縄文語の痕跡が残っているということで、そしてそのねどの地域でどれあのこ言葉が変わるかというのを巧みにこう分析していってですね、そして、えー、と元の縄文語を復元した先生がいるんですね。その方はですねこういうふうに言ってるんです。あの、えー、母音の特徴がそれぞれあるらしいんですけども。 縄文時代もやっぱり方言があるらしいんですね、えー、で縄文語がどういうふうに弥生語に変わったかということなんですけどもあの九州の縄文語とあと山陰地方の縄文語が混成してそこにこっちですね漢、えー、民族その信濃の言葉の影響を受けて成立したのが弥生語だということを突き止めてます。はいえー、そしてだから弥生語の元が九州なんですよね。 ということはこれからまたねほら神武天皇の話とかしますけども大和朝廷が建国された流れというのは九州から関西の方に移ってきた勢力が大和朝廷を建てたというこういうふうに古事記は書いてあるんですけどもこのえだからまさにですね弥生時代に切り替わると,ところというのは、ね、大和朝廷がた。 立ち上がるきっかけになるのが米作りがあってそれから金,、えー、その金属機とか、ね、そういうものの技術を持って移ってくるということなのでですからあの、えー、九州から最新の技術が関西の方に移っていったということが考古学でももちろん証明されていますし言語学でも証明されているっていうんですね。 はいえー、ということで、えー、まあほら1個だけ持ってきてこれが正しいぞって言ってもですねそれをただその1個しか示さないんですけどもいくつもの視点から見て矛盾がなければこれは正しいねと言えると思うんですよねだからこの授業はただただ、えー、歴史をたどるのではなくて、ね、考古学の視点から私学の視,視点からそして民族学の視点からそして場合によっては言語学とか。 分子生物学とかさまざまな角度から検証して だいたいこれが正しいだろうというものにを導き出していくというそういう手法でですね話をさせてもらっていますですからまあ言語学的に見て縄文語から弥生語への変化もですねやっぱり九州の勢力が関西に影響を与えたということはですねでしかもこれ縄文人が主体となって弥生人となりそしてそれが建国への流れ大和朝廷が建国される流れにつながってくるということをですね確認することができますでこの小泉保津教授がこういうふうに書いているんですね要するに 縄文人と弥生人の間は連続してるっていうこのテーマはだいぶね何回かやってますけども、えー、小泉先生この比較言語の先生こういうふうに言ってます青森の山内丸山遺跡を訪れ偉大な縄文文化に接した時この文化を築き上げた人々の子孫がこの地に代々住みついてきたであろうこと また琉球の島々に生活している人々と言葉を交わす時やはり太古の祖先からいよいよこの,土地で暮らしたこの土地で暮らしてきたであろうことを筆者は信じて疑わないその人たちの言語が2,000年ほど前に外来者たちによって突如一変させられたとは到底考えられない今も北の果てや南の果てで暮らしている か語られている言語が縄文時代から言い伝えられたものであると思うのが自然の理にかなっているのではないだろうかとこのようにですね小泉先生おっしゃってます。<laughs> はい、えー、ですからこの縄文語と弥生語もえ同じ文法。 指示代名詞と認,知認証代名詞が一緒そして規則的音声対応があるというね、えー、ですから縄文語と弥生語は同型のね全く同じ前後の言語だということもここから分かるわけなんですそうなんですよ縄文人人が弥生にになったたここれれもも言語学的にも証明さとということですそれでは今日はこいしましょう。 それでは私からお願いです。はい。チャンネル登録をまだしていない方、ぜひお願いいたします。ポチッと押していただくだけです。ありがとうございます。